腰は体の要、この部分がどうしても辛くなってくると日々の生活にかなり影響してくると思います。ぜひ私と一緒にやってみてください。股関節の中にある小さな股関節の回旋筋群のストレッチをご紹介したいと思います。これから伸ばす筋肉が硬くなると座骨神経を圧迫して痛みにつながっていきます。ぜひ頑張ってストレッチをしてください。反対側の足のこの外側に置きます。足の裏全部つけられますかね。ちょっとぐらい浮いてるぐらいだったらそれでも大丈夫ですよ。で、両手で抱きかかえましょうか。息を吸って吐きながら膝をぐっと胸の方に引き寄せていきます。体をひねりましょう。お尻が浮かないように息を吐きながらぐっと伸ばしていくと、このあたり伸びてないですか。私は今気持ちよく伸びてます。床に座ってあぐらをかくと膝が痛いという方、椅子でやっていただけるとより快適にできると思います。または仕事の最中でもできますね。足を置くスペースを作ります。このスペースのところに置いてください。息を吸って吐きながら膝を胸の方に引き寄せながら体をひねっていきます。お尻が浮かないように気をつけてください。お尻の筋肉が実は硬くなると骨盤が動かなくなります。この上にある腰椎がですね、制限がかかってしまい痛くなっていきます。腰痛持っている方、大体皆さんお尻硬いです。一緒にストレッチをしていきましょう。片足をクッションの上に乗せます。つまり少し高さをつけるって意味ですね。手前すぎるとやりづらいです。少し大きく前に出してあげてください。ここからポイントですよ。背筋を伸ばします。そうすると座骨で座れるのが分かると思います。息を吸います。背筋伸ばしてください。息を吐きながら体をゆっくり胸から前へ倒していきます。すねと胸の距離を近づけていくということです。じわーっと伸びてきたって感じしますかね。前に出ている側のお尻の筋肉のストレッチです。この高さを上げてあげるともっと気持ちよくなります。このように折っていただいてもいいです。前に出している側が床に当たってないので非常にこう気持ちよく無理なくできるのがわかると思います。お尻の筋肉の柔軟性の左右差があると骨盤の歪みにも関係してきます。ぜひ硬い側はセット数を多めに行ってあげてください。この状態を取った時にちょっと腰が少し痛いかもって感じた方だけにやっていただきたいストレッチです。前側の筋肉を伸ばして後ろ側の筋肉を縮めてあげるストレッチです。うつ伏せになります。肘を立てます。ゆっくり普通に呼吸繰り返してください。そう、これだけです。体の前側の筋肉が今ですね、伸びています。そして腰の筋肉が緊張していたのが今縮んでいるので緩んでいる状態です。腰の痛みを起こしている靭帯や筋膜を緩めるということができます。手を伸ばしてぐっと持ち上げる方が結構多いです。これやると腰痛めるのでここまで上げなくていいです。今回ご紹介したストレッチが全ての腰痛を治していくということではもちろんないです。腰痛を起こしている要因の一つを少しずつ解消することにはなってくると思います。普段の生活の中に取り入れて毎日行っていくことがとても大切です。